開始しまして、ちょっといろいろ、盛りだくさんなのもあるんですが、とにかくこの80年をですね、組み上げなきゃというところで、前回はちょっと単なる時間切れだったのかな、ちょっとネジを間違えたりとか、してましたので、その続きをとにかく、どんどん行きたいと思います。またね、他のことがあれば、早く終われば、というところで、まずですね、とにかく、こいつの穴がところにイモビスを入れたのを間違えたので付け替えて、これを付けた。それから後ろ、前回ここが組み上がってなかったのかな、これはあのニュー FD レンズの、まあもうすべて同じのお作法で、組み上げて、こう絞りの位置を見ながら、今これガチャンとボディにはまった状態になってますので、 A マークにしてこう閉じるとか、あとこう AE チャージこう開けていくと、でこうちょっとカクッってなるんですね。カクッ、この辺をですね、あのチェックして、まあ、絞りがちゃんとこう、閉じるかとかっていうのをまあチェックして、僕いろいろやってみたんですけど、なんか A マークにしてこの状態で組んでいくのが一番やりやすいのかなっていう気がしました。今回なんかちょっと忘れちゃいましたけど、どうやってやるとか、それで、まあ、もちろん、あの、ボディにはめるときは、あの、抜いとかないと、いけないので。あれ？あれ？間違えて組んじゃったかな？こっちに行かなきゃ。あれ？あれ？何？どうしちゃったの？これ。ほら、回んない。あれ？なんか組み間違えたかな？外した状態で、あれれ？あれ、どうだったかな？D のサンプルレンズ、あれどこ行っちゃったっけ。なんかあったんだよな。200だったかな。おお、あったあった。これが NewFD200 のレンズなんですが、あれ違うじゃん。いいのか。こっちなんでしょ？
あれ？ こんな難しかったっけ、この吸ってもらったように思ったけど。この辺のですね、からくりがカメラレビューに出てたんだよな。ニュー FD レンズの読技術。あれ？これとこれじゃなかったかな？押すとこ間違えて、あれ？ あれ？もうこんなことで、まあまあちょっとこれ、外し方、悔しいな ここの2箇所だったと思ったけど。あれ？おかしいな。あ、あれ？こういうのが ごめんなさい。間違ってました。レンズを抜いた状態で、ボディにはめたのと同じことをやろうとすると今の2箇所なんだ。こいつと、こいつを、解除しないと回らない。で、これでボディについてる状態ですから、ボディから外すときはレンズの外しボタンを押して外すわけですから、これを押してこうだ。ごめんなさい。間違ってました。これは玉抜きした、200で。ちゅうことで、もう一回振り出しに戻りまして。ですからこれを押してますと。で、この動きですね。今は絞り込まれてる。絞り込まれてまして、これが、こう、開いていく。こうやっていくと、中で、ピンは同じで、枠だけ動きますので、ね、こういう感じ。で、解放になるというのを一応この動きを確認しておいて、組んだと。で、ここのビスは、長い方の芋ネジがこの輪っかでした。ちゅうことで、ここまでやって、ちょっと、いい加減にしてみたいな。今度はこっち。あ、ちょっとここ拭いておきたいですね。ここも結構カビひどかったんだ。それでですね、まあまあいいや、これはじゃあ、これはピンが当たる位置があるので、もう1箇所しか入りませんから、まあこれはいいと。ちょっと、次々ほこり、もう蓋しちゃうと取れないですからね。
ちょっとダメか。これ何で撮ったんだろう、撮るとき。こんなでかいネジ取れないよ。止められないよ。いけるか。ああ、ダメですね、やっぱり。これ先が曲がっちゃってるじゃん、工具。工具の強度が弱くて。すると、こいつがですね、こうはまるん。この切り欠きは何だ？はまるんですけど、こういう動き。で、ここのブッシュがですね、プラスチックのがはまってたんですけども、加水分解してベットベトになっちゃったんで、こう、こういう方向のガタが大きくてですね、ちょっとこれいろんな、なんか、時なんかなんかのズームの外したので、いろんなのを、現物合わせでやってみまして、まあ一番ガタの少ないプッシュを変えてみました。これだとほとんどガタがないんで。で、だから、この溝のがあることによって、こう、前玉が、フォーカーシングしてもですね、この溝を滑っていきますので、前、このフィルターのところは回転しない機能に、なってます。そしてですね、なんといってもこのレンズ、今まで僕レンズ何十本以上、ジャンクにしてあの世に送ってきましたが、いやー、このレンズ、以外、見たことがない、という、びっくりした、他にはないだろう、というのがですね、ここにありまして、この一番後ろのこの、前、貼り合わせで、もう一枚ここに、凸レンズが入ってる。で、このカニ目で、止めてありました。この中にカビが生えちゃったので、ちょっと拭くためにですね、これを外したんですけども、なんとですね、このガラスを止めてるこの輪っかが、逆ネジでした。ここのネジも逆ネジなんですね。なんでっていう感じ。ガラスを止めるこの、リングが逆ネジっていうネジ、レンズ僕今まで経験ないですね。この世の中に、なんでわざわざそんなことをするんだろうと。いうびっくりするような、ここもやっぱ結構、レンズでありました。まあ、それでもですね、まあ、当然ネジが逆なだけで、もちろん外れるんですけど、いやー、全然最初、なんでこんな外れねえんだろうと思ってたらしい。どんどん自分で締めていく。いや、よくぶっ壊さないで、よかったなって感じ。
きいレンズって拭くの難しいんだ。あー、ムラになっちゃった。なんでここの、このガラス玉止めるレンズが逆ネジなんでしょうね。不思議です。ここも、これでもう合わしちゃおうかな。それで、あとはまあ、これ、スルスルっと入れるだけなんですけど、まあ、さっき、こっちだ。それから、フォーカーシングの、ここにですね、溝が切ってあって、これが、逆ネジに、出ました。ね、から逆ネジ。実はこれ僕毛がえとくのを忘れてですね、どれだっけな、なんだかよくわかんないと思う。で、だからネジになってますから、少し隙間開けとかないと、あれ？あれ？これは逆ネジじゃないんだっけかな？逆ネジだよな。あれ？いや、これち、あれ？おかしいな。ちょっと待ってください、これ。なんか間違えちゃったかな。
このネジに合う、あ、2種類ある、もしかして。何がどうなってんだこれ、なんで入んないの。なんで入んの。もう入った入った入った、びっくりした。すいません、なんかもた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 し、うんね、逆ネジなんですよ。でこれをいっぱいまで締めない方がいいので、それで一応こっち側には毛書きをしたんですね。ですから、だからこうレンズを固定してピントがこう回っていきますから、こいつはじっとしてて、その子がネジが切ったら多少前後するんでですね、その隙間だけは開けとかないといけないのでというのがあります。ただ結局このレンズって無限遠より行き過ぎますので、まああんまり気にしなくていいのかなって気がしてきて、これで組んじゃおうかなと。ちょっと喋ってる間に、あれですかね。これ入っちゃったかな。それでフードを入れておいて、これ後から入れるの大変なんで、そしてこいつもですね、僕毛が糸いたんですが、これが一本入れたとこじゃないんだよな。ここだと思うんですよね。だからちょっとこれで仮止めをして、ちょっと組んでみようかなと。
ね。そして、これがですね、俺確かどこだっけな、この辺で入れんじゃねえかっていうところを、場所は、これで、このさっきの距離計が溝にはまらないといけないんですよ。それを見るためには、それを見るためにはここで、ここが中心に来て、ここら辺で多分ヘリコイドが入るから、あ、ここに、ああ、わかった、このてっぺんが、このバイオネットのフードをつけるのがてっぺんがここですから、という位置に、でこの全部の位置関係があったところで、ちょっと待って、全然ダメじゃん。ここに乗っかんないといけないの？しておけばいいのか。こうやってやって、これやっぱり先が見えないと入らない。ここにこうやってくっつけといて、この先がやっぱり見えてないと、見てはないよね。やっぱこう見えてないと入らないですね。
そしたら、ここでこう、ヘリコイドが入るので、そしたら、これこう、こういうふうに入れて、ダメだ。そうですね、回転しないように。ということはやっぱり、逆ネジっていうのがミソなんだよな、これ。ここで外れるでしょ。この時に、これいっぱいに入れとくのかな。そしてこれどん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 入っていくと、入んない。これでヘリコイドの溝が噛んで、こっち行くほど入ってくんだから、あ、緩めとかないとダメなんだ。だから、1回転、2回転ぐらい緩めちょっといいのかな。あ、来た、ここまでですね。そしてこれ動かない。だからこれでちょっと信頼できるボディで無限をがこの辺でほぼ来るかっていうのを確認して最終的にゴーなんですけど、だからこのさっきみたいに2回転ぐらい戻した、これがあまり大きくずれるならもう少しいっぱいのところから何回転戻すっていうのを何回か試行錯誤が必要なのかなというふうに思います。それで、ここに、ストッパーのビスを入れておくと、だからそれはちょっと、こうですね。無限よりも行き過ぎたところで。だから、ここら辺が無限来て行き過ぎるぐらいに、信頼できるボディで調整して、ここを、だから2回転戻しってもっと戻すべきなような気もするなぁ。さっきの感じだと。あれ？あ、こっち出したね。それで OK となれば、まあだからこの段階で、このまあ一箇所止めた段階でちょっとボディ刺してみて、このどこでいいかっていうのをチェックして、
これをここへ持ってきて接着して終わりという、組み立てになろうかと思いますが、ちょっと一瞬だけじゃあ無限見てみよう。ニュー F1 かなんかあったかな。すいません、段取り悪くて。ニュー F1 があったので、ちょっと、つけてみて、ちょっと向こうのコリメーターで、覗いて、これちょっとあかんな。これってどういうレンズなんだろう。今見てみたら、200だとこの辺で無限なんですけど、80だと無限が来ない。焦点が移動しちゃってるんですよね。これはちょっと、こういうことってあんのかな。2回転戻しぐらいじゃあちょっと足りないから、だから80で無限に乗らないんだから、ああれ、もっとレンズが中に引っ込んでないといけないんですよね。あれ、さっきドライバー自分で手で持って、ああ、この靴。あれ、どこ行っちゃったの。こう来た。この時に、もっとレンズが入り込んでないといけない。ダメだ、当たっちゃう。なんでこんなことになるんだろう。ここ無限来ないもんな。こっちが当たっちゃってる。あれ？
ここがあれか。当たっちゃってるよ、どっかに。あれ？いやー、でもこれ合ってるよなー。左右は合ってるから、ずっと山はこれだよな。ですね、これでいいはずだよな。いやー、ぴったり合って毛が生えた通りに入ってんだよな。この切りかけで何の意味があるの？パチンって言ったところに入れると入るんだ、コツが。逆なのかな？もっと戻しちゃっていいのかな？
例えば4回転ぐらいも無視しちゃったら、うん、全然 OK だけど、で、ストッパー入れますよね。ここで無限遠がちゃんと来るかは、ちょっとコリーメーター見てこないとわかんないんですけど、で、前は動かない。ニュー F1 に、あれ？ニュー F1。ニュー F1 につけて、ありゃ、ダメだこれ。全然無限来ない。あれ。他に無限が来ない理由って？あと考えられるとしたら何だろう。最後の結造形がずれてる。ここのネジなんですけどね、気になるのは。この結の光学系がもしずれてると、このネジ俺ここにさ、こっちに差し込んだんで、そんなアホな話になっちゃったんですが、あれよく見えないのかな。あ、取れちゃった。わかんないのかな。
おずるおずるおずる。これね。向こうに向かってグイグイ押しといて、いやでも変わんないわ、ちょっと。いかんですね、これ。カメラが合ってるかどうか、まず。うん、ですね、こうやって。で、さっきみたいに押し込んで。こうなって、この動きを確かめといて、OK なら蓋をすると。一番ねじ込んじゃうとどこなんだろう。一回転は回りませんから、じゃあここでねじ込んだらどうなの。なんで入んないのこれ。おかしいじゃない。ん？何かが当たってんだよな。
やっぱここが当たっちゃうんだ。しかし当たっちゃうってことはそれより下に来ないんだから、無限が来なくなっちゃう。ちょっとこれはわからない。当たってるな。ここが当たってるんだったら回らないはずだから。あ、ここが当たっちゃってるのか。そうするとなんでだろう。そしたらもう一回ぐらい連続、もう一周ぐらい出しとかないと。週ぐらい出しとかないと。ねえ、ここまで来ませんから。ちょっとこれはもうちょっと10時になっちゃったんで、ちょっと宿題、これ俺でも解決できる自信ねえな。ちょっとボディが信頼できるかどうかっていうのも確認して、まあこうですよね。そして最終的にはまあビスを入れてこれを戻すと。で、ここは行って、ということで、ちょっとまあ、時間が時間なので、あとちょっとだけジャバラの話をじゃあして、今日はっていう感じで、とりあえずこれはちょっと、ダメだ これダメ ちょっとなんでこうなるんだろう。なんか組み間違えてるような気がします。焦点移動しちゃうもんな、200と80で。もう一回考えるとして、ちょっとですね、なんでこんな成果なしが続いてるの ということで ちょっとじゃあ、あと少し蛇腹だけ、録画をこれ一旦止めて。